ババイズユーは、フィンランドのインディーゲーム開発者であるアルビーテーカリによって開発されたパズルゲームである。PC とニンテンドース o s w 向けに配信されている。本作は、将棋盤上に区切られたフィールド上で1マスずつ移動するキャラクターを操作し、岩などを押すことで目的のオブジェクトに重なれば、クリアというパズルゲームになっている。プレイヤーはいつでもアンドとリトライが可能。 ステージには必ず英単語ブロックが配置されており、この単語を組み合わせた文がそのステージのルールとなる。単語ブロックを並べ替えたり、新しい文を作ることで、ステージのルールがリアルタイムに変化する。例えば、ババ、イズ、ユーと単語が並んでいれば、ババというキャラクターがあなたが操作する対象であるというルールを示している。このババをウォールに置き換えれば、 オールつまり壁オブジェクトすべてが操作対象となるし、単語をかけさせて意味をなさない分にしてしまうと操作対象がなくなってしまうため操作不能となり、アンドかリトライの選択肢が現れる。フラック、イズ、ウィンという順にブロックを並べられていれば旗に到達するとステージクリアとなることを意味するが、必ずしもフラックという単語が用意されているとは限らず、 何がゴール地点となるかは、ステージとプレイヤーの選択により変化する。ババ、イズ、ノット、ユーという文を作ると、ババは操作キャラクターではないというルールになり、他に、ユーの定義がなければ、操作不能となるが、ノット、ババ、イズ、ユーとすれば、ババではないオブジェクトは操作キャラクターというルールに変わり、ババ以外のすべてを操作できるようになる。このように、単語ブロックを押すことで、 ゲームのルールを柔軟に作ったり変えたりして、ウィンを目指す。本作には200以上のステージが用意されている。開発者のアルビー・テイカリは2017年にコッペンハーゲンで開催されたゲームジャム、ノルディック・ゲームジャムに参加した。その時の開発テーマ、ノット・ゼアを見たテイカリは、ノットの部分に注目し、物事の意味を逆転させるというコンセプトを思いついた。そこから、 アイスイズノットメルトという文を作ることで溶岩のそばに氷のブロックがあっても溶けなくなるというイメージが湧き、これにテイカリが今までプレイしてきたパズルゲームスティーブン、エッソーセージロール、スネークバードの要素を組み合わせた。当初は言葉を押して文を作るというコンセプトが面白いゲームになるかわからなかったというが、テイカリはこのゲームジャムで賞を受賞することができた。 ありがとうございます。